今日は3月6日、今、午前8時ぐらいかな、です。はい。今日は、まあ、荒起こしの田んぼをもう一回、今度は、ロータリー3で、ちょっと細かくしておこうかなと思ってきました。なんで撮影しようかと思ったかと言いますと、これですね、霜。霜が降りてます。この港地区は結構海沿いで暖かいんで、こんなに3月に霜が降りるっていうことは今までなかったと思うんですけど、はい、はい、こういうことです。はい、この前もちょっと喋りましたけど、去年の春ぐらいからどうも朝晩のもう春になっても朝晩の冷え込みがちょっと強いというようなことで、はい、だから、自分の体感ですね、体感としてももう寒冷化に入ってるんじゃないかなということですね。はい、だからマスゴミの温暖化宣伝ばっかしに、そういうのばっかし信じてたら大ごてになりますよと、そういうことです、私が言いたいのは。はい、1% 狂信者たちは人間を減らそうとしてる何段階かで、何億人だったっけ、最終目標はに減らすと言ってますので自分たちは神様かよと言いたいんですけど、まあまあしょうがないですね、狂った人間たちだから。はいはい、そういうことでちょっとこういうのがお掃除もですねあったんで、撮影してみました。